小さい頃によく憧れてたのが、その水中で泳ぐ魚というか、水中の自由さに憧れてるんだなっていうのに徐々に気づき始めて、本当に魚のように自由に泳いでいきたいなっていう気持ちがずっとありました。純粋な憧れが生み出した誰よりも自由なアート。ブレイクスルー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち。本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家中島花枝。美術大学に通わず独学でアーティスト活動を開始。繊細なタッチと色使いが特徴の作品は、彼女の幼少期の記憶から生まれた。人魚姫もまさにそうなんですけど、水中ってその重力があんまり感じられない部分もあって、地上で生きるその自分にとっては本当に夢の世界というか、作品をこうどんどん作っていくうちに、だんだんとその水中の浮遊感っていうテーマを込めようと思っていて。幼い頃に憧れた水中という夢の世界。その世界観に生きる人物もまた、彼女の強い憧れが込められている。絵を描き始めたきっかけっていうのが、紙に欲しい人形のデザインを描いて、それをハサミで切り取って遊んでたので、それが本当に私の絵を描く原点で、なので服のデザインとかメイクだったり髪型だったり、どこか自分だけの民族衣装みたいな雰囲気で描いています。水と人、自身の理想を詰め込み、楽しみながら生み出した作品を、今度は鑑賞者にも同じように楽しんでほしい。画家になろうと思って画家になったわけではなくて、自分が楽しい作品を作りたいっていうところから始めたからこそ、作品を見て日々に彩りというか、飾りたくなるような絵というか、こう何かしら影響を与えられるものであったら、私は幸せだなと感じております。楽しいを忘れない、そんな画家としてのあり方を体現する画家中島花枝のこれから。何にも考えず無知な状態で飛び込んだというか、何も知らなかったからこそ踏み込めた道だなと思ってるので、今の制作の方法にこだわらずに、いろんなものに挑戦していきながら、自分の作風を確立できたらなと思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。銀座シックスにてブレイク前夜展が大好評開催中。昨年番組に出演したご覧のアーティストたちが集結。詳しくはオフィシャルサイトまで。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。